攻撃側のバッツマンと守備側のウィケットキーパー及び二人のフィールダークリケットはクリケットバットとクリケットボールを用いて1チームが11人の計2チームの間で行われるスポーツである。長径140メートルほどの楕円形のフィールドの中で長さ20メートルほどの長方形のピッチを中心に各チームが交互に攻撃と守備を行い得点数の優劣に基づいて 勝敗を競う。国際クリケット評議会の発表によると、世界の競技人口は3億人を超える。ロンドンにあるローズクリケットグラウンドは、クリケットの聖地と呼ばれる。創設されて200年以上の長い歴史がある。クリケットの試合は1チーム11人の2チームによって、交互に攻撃と守備を1回ずつの1イニング制、または2回ずつの2イニング制で行われる。守備側が、 攻撃側から10アウトを取るか、規定投球数を投げ切るかで、攻守交代となる。試合を行うフィールドは、長径140メートルほどの楕円形であり、その中央には、長さ22ヤードの長方形のピッチがある。主な得点方法は、攻撃側のバッツマンが、守備側のボーラーの投げたボールをバットで打ち、その間に2人のバッツマンが、ピッチの反対側のクリースまで走り、 守備側の返球で、ビケットを倒されるよりも早く、二人とも体の一部か、バットがクリースを超えると一点となるは、規定投球数が50オーバーずつの1イニング制であり、7時間程度で試合が終了する形式である。クリケットワールドカップはこの形式である。2020 20は、規定投球数が20オーバーずつの1イニング制であり、2から3時間程度で試合が終了する形式である。 世界で最も普及しており、国内プロリーグでもメジャーな形式である。クリケット競技規則は国際クリケット評議会及びメリルボーンクリケットクラブによって維持されており、試合の形式を定めた追加規則がある。16世紀にイングランド南部で初めてプレーされた。18世紀末までにはイングランドの国民的スポーツへと発展した。 大英帝国の拡大によってクリケットは海外でプレーされるようになり、19世紀中頃までには初の国際試合が開催された。2019年現在、12の国、地域の協会がクリケットの統括団体である国際クリケット協議会の正会員であり、93の国、地域が巡会員である。とりわけ、オーストラリア、インドア大陸、西インド諸島、 アフリカ南部、イングランドでプレーされている。クリケットバットイギリスで発祥したスポーツであるため、英連邦諸国ではサッカーなどと並び高い人気を誇る。とりわけ、インド、パキスタン、バングラデシュなどインドア大陸では最も人気のあるスポーツである。インドでは圧倒的に一番人気スポーツであり、他のスポーツを大きく引き離している。オーストラリアや南アフリカ、ジンバブエ、 ニュージーランド、アフガニスタン、西インド諸島も典型的な人気国である。国際クリケット評議会の調査によると、世界のクリケットファンは10億人を超えている。クリケットワールドカップは200以上の国と地域で視聴されており、サッカーのワールドカップと夏季オリンピックに次いで世界で3番目に視聴者数の多いスポーツイベントである。世界選手権大会は他に、 ICCT20 ワールドカップや女子クリケット、ワールドカップ等がある。多くの国際試合は2カ国の間で行われるテストマッチシリーズであり、イングランド代表とオーストラリア代表のジアッシュズが有名である。国際クリケット評議会が2018年に発表した国際調査によると、世界の競技人口は3億人を超えており、サッカーを上回った。ただ、 世界のクリケットファンの大半をインドア大陸で占めていることから地域的な人気の偏りが強いとされる。日本での競技人口は日本在住外国人を含めておよそ1500人。日本やアメリカ合衆国での人気、認知度はあまり高くないが世界の100以上の国と地域でクリケットが行われている。また、プロ野球、横浜 DNA ベイスターズの本拠地でもある、 横浜スタジアムの前身、横浜公園平和野球場はもともと1876年に、巨流外国人向けにクリケットグラウンドを開設したことに起因している。2003年に、従来のクリケットとは異なり2、3時間程度で試合が終了する20、20形式が導入された。これにより夜のプライムタイムに試合を開始することも可能になり、 この形式のプロリーグが世界で急速に普及した。世界最大のプロリーグは2008年に発足したインドのインディアンプレミアリーグであり、世界のトップクラスの選手の多くはこのリーグでプレーしている。オーストラリアのビッグバーシュリーグや西インド諸島のカリビアンプレミアリーグも高い人気があり、アメリカ合衆国では2021年にプロリーグが開始される見込みである。 オリンピックでは1900年のパリ大会においてクリケット競技が一度だけ採用されたことがある。また近年クリケットをオリンピック競技にしようとする動きがある。オリンピックのクリケット競技オリンピック競技復帰を目指しも参照。初期クリケットはクラブ、ボール、スツール、ボール、トラップ、ボール、ストブボールといった古代の競技のようにコンボでボールを打つ競技と、 解説される。クリケットの歴史は16世紀初頭イングランド、チューバー朝の時代まで間違いなく遡ることができる。1301年にケント、ニューウェンドンにおいて、エドワード一世の息子エドワードによって、クレグとして知られる競技がプレーされたという文献が存在しており、証拠はないものの、この競技が一種のクリケットであったと推測されている。その他多くの単語が、 クリケットの語源として提唱されている。1598年のこのスポーツに関する最も初期の確かな文献ではクレキットと呼ばれている。イングランド南東部とフランドル伯領との間の中世における強い貿易関係を考えると、この名称は中期オランダ語で棒を意味するクリックに由来するかもしれない。あるいは、古英語で松葉杖を意味する クリッチあるいはツエを意味するクライスに由来するかもしれない。コフランス語ではクレケストという単語はツエあるいは棒の一種を意味していたようである。サミュエル・ジョンソンの英語辞典ではサクソン語で棒を意味するクライスに由来をたどっている。その他可能性のある語源としては中期オランダ語で教会で使われる背の低く長い膝つき台を意味するクリックストーエルがある。これは 初期クリケットで使用された二つのスタンプからなる背の低く長いウィケットに似ている。ボン大学のヨーロッパ言語の専門家であるハイナー、ギルメイスターによれば、クリケットは中期オランダ語でホッケーを意味するフレーズ、メットで戦に由来する。ギルメイスターは名称だけでなく、スポーツ自体もフランドル地方が起源であると考えている。1859年リバプールの戦場での 初のイングランド遠征チームクリケットがイングランドでプレーされたことに関する最も初期の確かな言及は1598年の訴訟である。ここでは1550年頃にサリー・ギルフォードの共有地においてクレキットがプレーされていたと述べられている。ギルフォード裁判所において1597年1月17日月曜日に59歳の検視官 ジョン・デリックは50年前にフリースクールアット、ギルフォードの学生だった時に、ヒーダイバー d r ブ・ヒズ・フェローズ・ディ n ルン e アンド・プレイ、オン・ザ・コモン・ランド・アット・クレキット・アンド・アザ・プライズと証言した。もともとはこれは子供の遊びだったと考えられているが、1610年頃の資料によると大人もクリケットをプレイし始めており、教区間の対抗戦あるいはビレッジクリケットがすぐに起こった。 1624年、ジャスパー・バイナルと呼ばれる選手が、サセックスの2つの教区チーム間の試合中に頭を打たれ、殺された。17世紀の間、膨大な資料がイングランド南東部でクリケットが成長したことを示している。この世紀の終わりまでには、大金のためにプレーする、組織化された活動となり、1660年の王政復古の後数年で、 初の職業選手が登場したと考えられている。1697年にサセックスにおいて大金をかけて1チーム11人で争われたーグレートクリケットマッチに関する新聞の記録が残っており、これはこのような重要性を持つクリケットの試合に関する最も初期の資料である。クリケットは18世紀に大きく発展し、イングランドの国民的スポーツとなった。 賭けごとこの発展において主要な役割を果たし、裕福なパトロンは自分のセレクト財図を作った。クリケットは1707年には早くもロンドンで盛んとなり、フィンズベリーのアーティレリーグラウンドで行われた試合は多くの監修を集めた。二人で争われるシングルウィケットクリケットは多くの監修を魅了し、賭けの対象となった。 ボーリングは1760年頃に考案された。それまではバッツマンに向かってボールを転がすか地面を弾ませて飛ばしていた。これによりバットのデザインの革命が起こった。バウンドしたボールを打つためには古いホッケースティック型ではなく現代的な形のバットの導入が必要だったためである。ハンブルドンクラブは1760年代に創立された。 1787年に MCC が設立、ローズオールドグラウンドが落成されるまでのその後20年間、ハンブルドンはクリケットの最も偉大なクラブ、中心であった。MCC はすぐにクリケットの一流クラブとクリケット競技規則の管理者となった。18世紀後半に導入された新たな規則としては、3本のスタンプからなるウィケットやレッグビフォーウィケットがある。 ドン・ブラッドマンは、テストクリケットでの通算打率99.94、ファーストクラスマッチでの通算打率95.14、と、他に並ぶもののない記録を残した。19世紀には、アンダーアームボーリングがはじめにラウンドアームボーリングに、次にオーバーアームボーリングにとって変わられた。カウンティー単位でのクリケット競技の組織化は、カウンティークラブの成立につながり、 1839年にサセックス CCC が開始し、最終的には1890年にカウンティーチャンピオンシップが始まった。それと同時に大英帝国はクリケットが海外に普及する手助けとなり、19世紀半ばまでにはインド、北米、カリブ、南米、オーストラリア、ニュージーランドに定着した。1844年にはアメリカが州国代表と、 カナダ代表の間で初の国際試合が行われた。サチン・テンドル・カールはテストクリケット及びワンデー・インターナショナルクリケットにおける通算ランを及びセンチュリーの記録保持者である。1859年イングランドの選手が北米に初めて海外遠征を行った。海外遠征を行った初のオーストラリアチームは アボリジニボクフのチームである。彼らは1868年にイングランドに渡り州チームと対戦した。1862年、イングランドのチームは初のオーストラリア遠征を行い、1876から77年にはメルボルンクリケットグラウンドにおいてオーストラリアと史上初のテストマッチを行った。W.G. グレースは1865年に その長いキャリアを開始した。グレースのキャリアはクリケットに革命をもたらしたとしばしば言われる。イングランドとオーストラリアとのライバル意識の結果、1882年に両国の対抗戦であるジアシズが始まり、現在も続いている。テストクリケットは、1888から89年に、南アフリカがイングランドと対戦したのを機に拡大していった。 第一次世界大戦前の20年間はクリケットの黄金時代と呼ばれている。これは戦争による共通の喪失感から来る解雇の念に捉えられた名前であるが、この時期は偉大な選手や記憶に残る試合を本当に生んだ。世界大戦の間の時代は一人の選手によって支配された。クリケットの歴史において記録上最も偉大なバッツマン、オーストラリアのドンブラッドマンである。 ブラッドマンの打撃技術に対抗するため、1932から33年のジアシズにおいてイングランドは、悪名高いボディライン戦術を取った。テストクリケットは20世紀の間拡大を続け、西インド諸島、インド、ニュージーランドが第二次世界大戦前に、パキスタン、スリランカ、バングラデシュが戦後にテスト国に加わった。しかしながら、南アフリカは、 アパルトヘイト政策のため1970年から1992年まで国際クリケットから追放されていた。クリケットは1963年にイングランドの州チームがリミテッドオーバールールを導入したのを機に新しい時代に入った。リミテッドオーバー形式による初の国際試合は1971年に行われた。国際クリケット評議会は この形式の将来性を見て、1975年には、初のリミテッドオーバー形式による、クリケットワールドカップを開催した。21世紀には、新たなリミテッドオーバー形式である2020が、人気を博している。典型的なクリケット上位下では、クリケットワールドカップも準拠する50オーバー制1イニングマッチ、通称ワンデーマッチの概要を説明する。 ゲームは各11人で構成される2チームがコイントスで先行と後攻を決め攻撃側と守備側に交互に分かれて対戦するプレイフィールドの中央にピッチと呼ばれる縦長の場所があり20.12メートル離れたその両端に高さ71センチメートルの3本の杭とそれを上部でつなぐ針で構成されるウィケットと呼ばれる中上のものが刺さっている 守備側はボールを投げるボーラー、それを受けるウィケットキーパー、その他の9人はフィールダーとしてプレーフィールド各所に配置する。攻撃側は1番から11番まで打順を決め、1番打者と2番打者がバットを持ちプロテクターをつけて、各、ウィケットの手前で配置につき、3番打者以降はベンチで成り行きを見守る。片方の打者がアウトになったら、 アウトになった打者と交代で順番に従って、フィールドに入り、打撃を行う。フィールドに出ている打者2人をバッツマンと言い,い、ボーラーと対峙する方のバッツマンをストライカー、ストライカーの反対側で、ランナーとなるバッツマンをノンストライカーという。ボーラーは、片側のウィケットの後方から助走をつけて、肘を伸ばし、もう片側のウィケットめがけて、 ワンバウンドさせるようにして投球する。それに対してバッツマンはアウトにならないようにバットを用いて、それをブロックしたり、ランするためにボールを遠くまで打つ。打つ方向は360度どの方向に打ってもよい。バッツマンがボーラーの投球を打った後、二人のバッツマンがそれぞれ相方側のウィケットの方向まで走り、双方がウィケットの前に引いてある。 安全線に到達すると1ランが入る。バッツマンが打球を遠くまで打った時は1往復、1往復半、2往復などしてもよく、それぞれ2ラン、3ラン、4ランなどと得点が入る。また、プレイフィールドの境界を越えて、ボールが飛んでいった場合は、走らなくても、規定の得点が入る。ゴロでバウンダリーを越えた場合は4ラン、飛球であれば6ランである。バッツマンは、 走ってもアウトになりそうだと判断した場合は、走らなくてよく、またアウトにならない限り投球を見送ってもよい。バッツマンがアウトになるのは、などの場合である。詳細は、アウト説を参照のこと。アウトになった、バッツマンは次の打順のバッツマンと交代する。クリケットでは、アウトにならない限りいつまで打っていてもよく、逆にアウトになったらその試合ではもう打つことはできない。 ボーラーが6球投球することを1オーバーと言い、オーバーになるとボーラーは交代し、反対側のウィケットから次のボーラーが投球する。規則では1オーバーは6球、または8球で、大会ごとに定めることとなっているが、今日では1オーバー8球という試合はないものと思われる。1人のボーラーは、総オーバーの5分の1までしか投球できないため、1チームにボーラーは、 最低5人は必要である。攻撃側が10人アウトになるか、50オーバー経過した場合に、イニング終了となり、攻守交代する。先攻後攻それぞれ1イニングずつ攻撃し、ランの多い方が勝利チームとなる。両者の力関係にもよるが、クリケットワールドカップルールでは1イニング200から300ラン程度入り、試合時間はティータイム。 ランチタイムを含めると6時間以上かかる長長場である。クリケットのチームは11人で構成される。試合中に1人までは交代が認められているが、この交代は怪我などの理由による交代のみで、基本的には最初から最後まで同じ11人でプレーする。また交代で入った者には、ボーリング等に制約があり、他の競技のように周りの選手と同様のプレーは行えない。 また、クリケットは、他のイギリス発祥のスポーツラグビーと似て、監督が指示できず、試合中は、首相の指示に従う。そのため、キャプテンシーも重要な試合の勝敗を決める要因となる。戦術的には、3名から4名ほどのボーラー、3名ほどのバッツマン、3から4名ほどのオールラウンダーに1人のウィケットキーパーでチームを構成する。その中でもボーラーは、 速球派なのか、変化球派なのか、バッツマンはハードヒッターなのか、ブロッキングに長けているのか、などのそれぞれの個性によってメンバーを決める必要がある。攻撃中は1番から11番までのバッツマンがアウトになるまで2人ずつでバッティングを行う。守備中はボーラー1名、ウィケットキーパー1名とフィールダー9名で守る。クリケットのピッチの寸法試合の中心となるピッチは、 長さ20.12メートルの2つのウィケット間と、幅2.64メートルのエリアである。試合のルールを変えることにより、全体の競技エリアの大きさについては、対応ができる。長径60メートル、短径40メートルほどあれば試合が行えるが、成人が行うならば、長径90メートル、短径70メートルほどあると良い。国際大会の規格はこれよりも大きく。 長径120メートル、短径100メートル程度が必要となる。試合は2チームの攻撃によって行われる。上記のように大会によりルールは異なるが、1回の攻撃と守備が1イニングとカウントされ、またボーラーが6球投げ1オーバーとカウントされる。このイニングかオーバーのどちらか、または両方で試合の長さに関する制限がされ、試合時間が決まる。試合は、 コイントスなどにより、先行、後攻を決めて試合が始まる。トスから30分程度の後に試合が始まる。それぞれのチームが攻撃と守備につき、試合が始まる。競技で使用されるボール。コルクの芯をウールと皮で巻き付けた作り。非常に硬い。男子用は156から1 6 3ム。女子用は140から1 5 1ム。クリケットには、 以下のような打ち方がある。などといった打ち方がある。また、必ずしも投球を打たなくてもよく、ブロックし、投球が、ビケットに当たるのを阻止したり、アウトにならないために無理に打たずに見送ったりということがある。得点は走った数で数えられるので、得点はランとして数えられる。クリケットの得点は、バッツマンが二人同時に、フィールドに入るが、お互いに、 反対側のウィケット付近で1点と数える。片方のバッツマンのみが入っただけの場合は、得点にならず、もう片方がたどり着く前に早球等でウィケットが倒されてしまえば、1点もカウントされない。そして倒された側のウィケットに近かったバッツマンがアウトとなる。クリケットの欄において、最大の特徴はバットを使えることである。体の一部としてバットを考えるため、 バットを持って走った方が距離が稼げる。通常はバットをホッピングクリースのラインにするようにしてランを行う。往復するときはバットの先をラインよりもウィケット側につけて帰ることで早く往復できる。走者の距離が足りなかった場合、ホッピングクリースのラインよりも手前、またはライン上までしか来なかった場合はランが不成立となる。このような場合に気がつかず、 往復してしまっている場合は、ショートランといい、得点がカウントされない。カウントされない得点は、ショートランとなったもののみを数える。通常は、上記のように走った数によって得点が異なるが、などのように、あらかじめ決められている、得点の入り方も存在する。クリケットの醍醐味の一つにバッツマン二人の、パートナーシップがある。このパートナーシップにより伸ばせるランに、 違いが出ることも面白い点である。勝手に走ることは許されない。審判、バッツマンはアウトになると次のバッツマンと交代しなければならない。ローズオブクリケットに記載されているアウトを簡単に紹介する。通常は反則などは起こりにくいので、ボールド、コート、ランアウト、スタンプと LBW がアウトの中心となる。なお、バッツマンが1点の得点も上げられずに、 アウトになることをダックと呼び、スコアカードの自身の得点欄にはアヒルのマークが記載され、テレビ中継でもそのように表示される。ペースボーリングの投球フォームボーリングは肘を曲げずに投球することを指す。クリケットにおいてはバッツマンに向かって投げることを指している。助走をつけてよく走り込みながら投げられる。この際、バッツマンに対して一バウンドしてもよく。 通常はノーバウンドより打たれにくい1バウンドを利用してバッツマンに投げ込む。この時打者から大きく外れ打たれなかった投球はワイドボール、肘曲げやオーバーステップなどの違反投球の場合はノーボールといって投球数にカウントされない。空気抵抗を利用した変化球のほか、ワンバウンドでの投球もあるのでバウンド後の変化を利用する投球もある。また、 投球スタイルにより、などの業種分けがなされる。一試合の中で、ボーラーが、正規の投球を6球投げたところで1区切りとなる。この6球を1オーバーという。この中には、前述の通りワイドボール、ノーボールは含まれない。オーバー数制限がある場合は打てる球数に、実質制限があるため、できる限りボールを打ちに行く必要がある。逆にオーバー数制限がない場合は、 いくらでもボールを見逃すことができる。試合中に一定のオーバーが経過した場合、または時間が経った場合には、ドリンクタイム、ティータイム、ランチタイムなどが入り試合を休憩する。詳細は試合形式により異なる。例えば最も正式な試合形式であるテストマッチでは、1日に2時間のプレーを3回行い、プレーとプレーの間に、 お昼の時間40分とお茶の時間20分が設定される。1日の流れとしては、まず午前中にプレーを行い、昼食を楽しんだ後再びプレーを行い、さらにアフタヌーンティーを楽しんだ後に再びプレーを行い終了となる。午前11時に試合を開始した場合、午後6時頃の終了となるが、インドは大陸は季節による日の長さの差が少ないため、 日没による影響なく試合を行うことができる。選手や観客たちは休憩時間になると炎焼を避けて日陰でランチョン式物を広げランチボックスやティーポットを使って飲食し家族や友人たちとの観談を楽しむ。試合は規定のオーバー数またはアウト数により講師を交代する。そしてそれぞれバッティングによって得た得点により勝敗を決する。 先行側が勝利したときは得た乱数の差で勝敗を表す。例えば1インニング制の試合で先行チームが200乱、後攻チームが190乱だった場合、先行チームが10乱で勝利とされる。これに対し後攻側が勝利したときは残ったウィケットの数で表記する。例えば1インニング制で先行チームが200乱獲得しており、 高校チームが逆転して201ランになった時は、その場で高校側の勝利となるが、この反撃中に4回ウィケットを落としていた場合、高校チームは6ウィケットで勝利とされる。1イニングの試合であれば、先行チームによる逃げ切りか高校チームによる逆転で試合の終了が決まる。先行チームは、高校チームをオールアウトにするか規定のオーバー数を使い切る中で、 得点を上回られなければ勝ちになる。逆に、高校チームは規定のオーバー数の中でオールアウトにならずに先行チームの得点を上回れば勝ちとなる。2イニングの試合であればそのまま逆転したとしてもゲームを続け、高校チームのオールアウトを持って講師を交代しもう1イニングを行う。この際にこれ以上先行チームをああ高校チームが得点を 必要としないと判断した場合は、デクラレーションすることができる。これはニーニング制において、試合の時間制限はあれど、オーバース制限がないために、試合時間以内に試合を終わらせるための手段である。また、同様の理由から、先行チームが大量リードして1イニング目が終わった際に、後攻チームに再度攻撃をさせることができる。これを、ホローオンという。なお、 概略ではクリケットワールドカップルールの概要を説明したが、それ以外にもクリケットの国際大会には、下記のような様々な試合形式がある。近年、メディアの影響と人々のライフスタイルの変化により、所要時間の短い試合形式が徐々に支持を得てきており、短い時間でも十分楽しむことができるスポーツとなった。2005年に行われた南アフリカとイギリスの試合、 選手は伝統的な白い制服を着用している。黒いズボンを身につけているのは審判である。テストクリケットやアマチュアの試合では伝統的な白のユニフォームに赤のボールを使用し競技を行うが、プロフェッショナルチームのワンデイインターナショナルでは着色されたユニフォームに白のボールを使用する。近年では国際試合でも着色されたユニフォームを着用することもある。 白いユニフォームの着用はスポーツ競技として潔白を表す白色とともに夏季に開催されるクリケットの試合で日差しを避ける意味がある。ウィケットキーパーが使用するグローブ主な用具は以下の通りである。1745年にイギリス・ロンドン近郊のサリで初めて女子クリケットがプレーされたことが記録されている。 国際的に発展し始めたのは20世紀からであり、1934年にイングランドとオーストラリアの間で初めてナショナルチームのテストマッチが行われた。その翌年にはニュージーランドも参加した。1958年には国際女子クリケット評議会が創設された。1973年には女子クリケットワールドカップがイングランドで初開催された。 2020年現在の女子クリケットワールドカップの最多優勝国は6回のオーストラリアである。2005年には国際女子クリケット評議会が国際クリケット評議会に九州合併され男女一体となる一つの統括団体となった。2015年10月1日から ICC によって3つの形式による女子の世界ランキングが開始された。 正会員、巡会員、巡会員、元会員または、資格停止非会員クリケットの国際競技連盟は、国際クリケット評議会である。本部は、アラブ首長国連邦のドバイにある。2020年現在の正会員の国、地域は12、巡会員は92、合計の会員は104である。正会員の国、地域は、以下の通り。 クリケットワールドカップトロフィー玉数無制限のニーニング制を採用している伝統的なクリケットの形式を特に国内リーグではファーストクラスクリケットと呼ぶ。この形式のリーグではイングランドウェールズクリケット協議会が1890年から実施しているカウンティーチャンピオンシップが有名である。オーストラリアでは1892年度に始まったシェフィールドシールドという大会があり、 インドでは1934年に始まったランジトロフィーという大会がある。伝統国を中心に世界に様々な大会がある。オーストラリアでは1969年度に始まった50オーバー制で行われるワンデーカップがある。日本では2006年に始まった40オーバー制で行われる日本クリケットリーグがある。2020さらに短時間で試合が終わる20。 オーバー制の2020形式が2003年に導入され、その後各国でプロリーグが新設された。インドのインディアンプレミアリーグは世界最大規模のプロクリケットリーグである。ビラットコーリは世界最高の現役選手の一人である。クリケットの長い歴史の中で最も偉大な選手の一人として、オーストラリアのドナルド・ブラッドマンが挙げられる。ブラッドマンは 史上最高のクリケット選手と評され、ペレやモハメド・アリ等と共に20世紀を代表するスポーツ選手の一人である。インドのサチン・テンドル・カールはクリケットの神様とも呼ばれ、テスト形式と王子形式で歴代最多得点を記録している。バルバドスのガーフィールド・ソバーズは史上最高のオールラウンダーの一人であり、ジャック・ホップスやチェーン・ウォーム、 ビブリチャーズも20世紀のトップ5選手に選出されている。19世紀を代表する選手はイングランドの W.G. グレースが挙げられる。現役選手ではインドのビラット・コーリが代表的で2010年代から世界最高選手の一人としてトップレベルの実力と圧倒的な人気を兼ね備えている。テニスボールクリケットを路上で行うインドの 少年たちや町は向けの様々な形式のクリケットが世界各地で行われている。イギリス出身のヘンリー・チャドウィックは、クリケットの知識を利用し、野球用のボックススコアや打率、防御率などを考案したとされ、野球の父と呼ばれる。野球は一見クリケットと似ており、投手が投げたボールを打者が打ち、打ったボールがフィールドを転がる間に打者が走って、点を重ねるスポーツである。 クリケットは野球との相違も多く、代表的な点としてはなどの違いがある。また、道具にも違いがあり、バットは棒型ではなく平たいオール型をし、グローブは星のみが着用を許され、両手につけることができる。公式その他、ありがとうございます。